様こんばんは。またまた。休みなしのトリムワンプ姫ちゃん。モーツァルト、ヘチョウチョウ。深呼吸に大きな声でお返事も。はい。参りますのだ。するのを俗調と言います。コードで弾くと簡単、簡単ですよ。曲のアナリーゼという手法でございます。当ピアノ教室は曲のアナリーゼができる、曲の解釈ができる、
これには自信も持っております。初見力に曲を読み解く能力。絵やイラストから考える能力。実に曲をアナリーゼするという作業は本当に考える能力を養ってくれます。ただ淡々と弾くのと曲をアナリーゼして弾くのとでは少し変わってきますが、みんな子どもたちは楽しく歌いながら弾くのが本来音楽の楽しさでもあります。楽しいね、できたね、かわいいな、それでいいのだ、この子は良い子だ、いつもよく頑張ってるな、お疲れ様、ありがとうございます。先生もまだまだ未熟でございますが、一曲一曲丁寧に弾く習慣と曲を読み解くコードをつけて考えるということもとても大きな曲を読み解く方法になります。毎日ついてるわ、絶好調だわ。休んでないけど、ピアノはまさに油の乗った旬のカツオでございまする。サザエさん一家、タラちゃんカツオイクラ、船さん波平、マスオさん、ドラえもん一家も、ドラえもんの妹はドラムちゃん、ピンポン、ジャイアンの妹はジャイコ、ピンポン、源の静香ちゃん、誰が好きかな、のびのび太くん、ピンポン、骨かばすねおくんのお父さんは財閥だったそうな、これはあくまで噂でございまするが、子どもたちと同じ目線、同じ目線で学ぶということも大切です。どこか顔色が悪いところ、なんだか今日は疲れているわね、大丈夫？子どもたちも少し本当に顔色が悪い、疲れている時もあります。小映えに小さな虫も入ってきますが、ちゃんと顔色をちゃんと見て、あ、ちょっと疲れてるから一緒に遊んでみようかな、ちょっと一緒に発狂のことのこと、指相撲にだるまさん落とし、消しゴム落としゲームなど、遊ぶ感覚も本当に大切にしたいなと思っております。子どもたちは楽しい、完璧よりも、ああ、できた、あ、ラッキーついてる、ああ、もっと、あ、楽しいな、これが一番なんです。それではね、本来ピアノは上達するためには先生の的確な能力を聞く子はどんどん伸びていきますが、違う、そうでないと言われると本当に皆さんもシュンとすると思います。違うではなく、そうなんです、そうね、そうですねといった共感して褒めて伸ばす、これが
生徒を育てるコツです。生徒を長い目で温かい目で見守って育てる。指番号も1、2、3、4、5。ピアノはユニゾン、オクターブ、交互奏。交互奏もユニゾン、オクターブ、非常に音域の広い範囲をカバーしておりますが、やってやれないことはないんです。楽しく学ぶこと、わからないところは人に聞く。何でも調べようとする人は本当に伸びていきます。それではまたね。